はい、おめでとうございます。2勝目、2連携に続き2勝目。なんか飛んでます。激タフの決勝戦、サドンデス見事に制しました。はい、そのね、今日のパターンと、使ったルアーとか教えてください。今日使ったルアーはアクティとあとあのピリカ。アクティとピリカ、はい、はい、使いました。はい、それでもうあのパターン的にはもう本当にタフな状況で、何やってもちょっと良くなかったもんだから、もう本当に土俵層をスプーンで引いてたところを下から湧いて出てくるような動きがあったので、はい、もうこれしかないと思って信じて。土俵層ですね。はい、土俵層。重さは、はい、重さは08と07かな。08と07、もう軽め軽めです。そうです、もう軽めで。を土俵層で、はい、ゆっくりゆっくりと。ああ、それで下から食い上げてくるのを待つみたいな。そうです。ああ、皆さんね、いろんなボトムやったりとかクランクのパターンをやったりとか、いろいろとね、あの苦戦しながらもこういろんな手替え品替えみんな拾ってったんですけど、あれですか、予選の時からずっと競争の。いや、あの予選の時は、うん、あのかなり、交流以外かなり迷って、交流以外はかなり迷って、ええ、あのあれやこれやってやってたんですけど、はい、やっぱりあの最終的にはやっぱりあのスプーンの方が強いかなと思って、ライトスプーンの表層引き、それでもうあのとにかく自分の釣りとしてあの通して、はい、押し通した結果がここへ。はい、でも結構大変でしたね、今日ね、暑いしね。もうバテバテです。そうですね。あとカラーとかは、カラーはもう地味系ですね。地味系、オリーブと、オリーブ、オリーブとか、あとオリーブと、あとあのツヤいや、なんて言うんでしょう、あのシルバーのなんか粉っぽいような、なんて言うのかな、あ、はい、いや、出てるような、はいはいはい、ああいう感じの、なんかいぶし銀みたいな感じ、ね、そうですね、はい、こんな感じです。こんな感じです。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、優勝のあクリタさんですね。クリポンさんって言い人になっちゃった。ごめんなさい。優勝のクリタさんでした。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。